皆さんお疲れ様です。そして、お待たせしました、久々点取れました、皆さんのおかげです。久々で、毎年皆さんに申し訳ない思いしてるんですけど、今日はとにかくこの胸のスポンサーついて最初の試合で勝てたってことがすごく僕にとっても皆さんにとってもチームにとっても良かったと思います。これからも応援よろしくお願いします。